クリストフ・オノレは、フランス出身の映画監督、作家。ブルターニュ地域圏のカレイコール・プルゲル生まれ。ブルターニュ地方、コートイコール・ダルモール圏にある、ロストルナンで、少年時代を過ごす。1985年、15歳の時に父正居。レンヌ第二大学にて文学を、レンヌの映画学校で映画を学ぶ。1995年パリへ今日移す。同年。 自動文学としての諸女作2コントレレオを出版。当時はタブーとされたエイズ、ホモセクシュアルがテーマであった。その後、カイエ・デュシネマをはじめ、様々な雑誌に批評を寄せる。1998年、トリステ・モリリット・ジュ・シネマ・フランセと題した批評がカイエ氏に掲載される。この記事において、彼は特にロベール・ゲリギャンのマルセイユの恋、 そしてアンヌ・フォンテーヌのドライクリーニングを批判した。2004年、ジョルジュ・バタイユの小説を映画化した、ジョルジュ・バタイユ・ママンが公開された。主役に、イザベル・ユ・ペール、ルイ・ガレルを配した、この作品は、ヨーロッパで12万5000人、フランス国内では9000人の観客を動員した。2006年公開の長編映画3作目の、パリの中で、は、兄弟愛を中心に描かれた。 ヌーベルバーグの影響を色濃く残した作品である。この作品は、同年のカンヌ映画祭、監督週刊で上映され、大きな反響を呼んだ。この成功をもとに撮影されたのが、翌2007年公開の、愛の歌、パリである。前作の主演俳優、ルイ・ガレルに加え、ルディビーヌ・サニエ、クロチルド・エムが参加した。この映画は、2007年のカンヌ映画祭にも出品され、 好評を博した。ジャック・ドゥミンに敬意を表したコメディミュージカル仕立てのこの作品には随所にコダール・トリュフォをはじめとしたヌーベルバーグの監督たちの作品へのオマージュが散りばめられており作品自体への賞賛とともにフランス国内外に己監督の名が知られることとなった。2008年には美しい人が公開された。パリ16区のある高校を舞台に 17世紀にラファイエット夫人によって書かれた小説、クレーブの奥方を現代風に本案した作品である。この作品は当時大統領であったニコラサルコ人の発言によるクレーブの奥方事件に反論するものであった。2009年公開の映画ノンマフィンユ・ツェーヌ・イロス・パドンセは、己監督出身のブルターニュ地方を舞台にした作品である。 彼の出身地方を舞台にした映画を撮ることは、かねてからの願いであり、またこの作品を撮る際、愛の歌、パリで、女演女優として名を連ねたキアラマストロヤンニを主役に起用することから、構想を始めたという。2011年に公開された愛の足跡は、その年のカンヌ映画祭、クロージング作品に選ばれた。2012年夏、アビニョン演劇祭にて新作を発表。 ヌーボーロマンの小説家たちをテーマにしたヌーボーロマンの脚本、演出を手掛ける。己監督のそれまでの映画作品に出演した俳優たちを再び寄与した。2013年には指揮者、王の和氏の依頼で彼が音楽監督を務めるリヨン国立オペラにてフランシス・プーランクの歌劇カルメルハ修道女の対話を手掛けオペラ演出家デビュー。年に同じく 大野式で、クロード・ドビュッシーの歌劇、ペレアスとメリィザンドを演出。2016年7月エクサン・プロバンス音楽祭では、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、コジュファン・トゥッテに取り組む。リベラシオン・神2010年7月10日付、インタビュー、クリストフ・オノレ、1985年から2002年、転換となった日々 HTTP ネクスト、リベレーション、FR、シネマ、 0101419108から1985から2002メスデイツクリーズパールクリストフのレ2002年テレビ映画化が決まりダイアスティームと共同で同作品を脚本化しかしテレビ局は原作になかった男性同士の性交渉のシーンを問題し同作品はその後2004年に DVD 化され2006年になって ホモセクシュアルに特化したツボネで放送された。ジュリアン・オノレは、オノレ監督の実定。ありがとうございます。